ナンバー・アイ・平野ノ・海外プライベートショット投稿が反響、ファンからの愛に包まれたリラックスしたシンガポール旅行。日本の人気アイドルグループ、ルームバー・アイのメンバー、平野紫シショウ・ヒラノ・サ26歳、が、最近のシンガポール旅行のプライベート写真を自身のインスタグラムでシェアし、ファンたちから多くの愛とサポートを受けました。 この記事では、平野さんと友人の神宮寺ジングジ・ユータさん、ユータ・ジングジーとの楽しいシンガポール旅行について詳しくご紹介します。平野さんは、自身のインスタグラムストーリーで、友人で元キングプリンスへのメンバーでもある岸ユータさん、28歳、との合流前にシンガポールを訪れたことを予告しました。 そして、その約束を実行し、シンガポールでの素晴らしい冒険の一部をファンと共有しました。旅行のハイライトは、シンガポールのガーデンズ・バイ・ザ・ベイと呼ばれる未来型のハイテク植物園への訪問でした。この美しい植物園は、2012年にオープンし、美しい庭園と驚くほどの植物の種類で知られています。平野さんと神宮寺さんは、 この素晴らしい場所で散策し、その結果、幻想的な景色を背景にした多くの楽しい写真が生まれました。平野さんが自身のインスタグラムにシェアした写真は、彼と神宮寺さんが自然と調和したリラックスした雰囲気を楽しむ様子を捉えたもので、多くのファンから大きな喜びと感銘を受けました。ファンからの熱烈な反応があり、 彼らは、平野さんと神宮寺さんのかっこいい姿や、旅行の楽しさについてコメントしました。ファンは、めちゃめちゃ二人ともかっこいいし、かわいい、リフレッシュできてよかったね、植物園楽し、そう、ジグヒラ最高、かっこいいやばい大好き。とコメントし、その旅行の楽しさを共感しました。また、平野さんの投稿には、神宮寺さんも、植物って癒しの力あるよね。 と変身しファンたちは彼らの会話にも喜びました。あるある。簡単ふ。ジグヒラも癒しの力ある。間違いないね。生きる、パワースポット二人が癒し、いや私たちは神くんしよくんに癒されました。と熱心なコメントが続きました。ファンとのコミュニケーションは、ヒラノさんと神宮寺さんにとって非常に重要で、彼らはファンに感謝の気持ちを常に示しています。 この旅行の写真共有は彼らの親しい関係とファンとの結びつきをさらに強化するものとなりました。インスタグラムを通じて平野さんと神宮寺さんはファンとの距離を縮め、日常生活から少し離れた楽しい瞬間を共有しています。これは彼らの個人的な魅力をファンと共有し、ファンを喜ばせる素晴らしい方法と言えるでしょう。 ナンバー I のメンバーである平野志洋さんの最新のインスタグラム投稿は、彼と友人の神宮寺祐太さんが楽しいシンガポール旅行を共有したもので、ファンから大きな愛と支持を受けました。この旅行のハイライトは、シンガポールの美しい植物園、ガーデンズ・バイ・ザ・ベイでの素晴らしい写真で、自然と調和した彼らのリラックスした様子が捉えられています。 ファンからの熱烈な反応は彼らが楽しい旅行を共有し、その素晴らしさを共感していることを示しています。このような瞬間をファンと共有することはアーキストとファンの絆を深める重要な方法であり、平野さんと神宮寺さんはこれを実現するために SNS を活用しています。今後も彼らのファンは彼らの活動や旅行に期待を寄せ、 彼らが提供する素晴らしい瞬間を楽しむことでしょう。そして彼らの明るい未来と成功を祝福することができるでしょう。